嘘つき。ルリお嬢様、失礼します。何ですか、ウィンフィールド。ええ、以前のキングスポート開発についての件なのですが。あら、その件に関しては全て委任したはずですが。少々厄介な問題が起きておりまして、これがその件に関する書類です。わかりました。今は急ぎの仕事が入ってますから、そこに置いておいてくださいな。後で目を通します。かしこまりました。まだ何か。いえ、ただここ最近またお嬢様は根を詰めているようで、ご自愛していただかないとお体に障ります。忙しく動き回ってる方が気持ちが楽なのですよ。お嬢様、やはり私は待ち続けますわ。そう約束したのですから、私の方からたがえるわけには参りませんもの。は、下がっていいですよ、ウィンフィールド。ああ、そうそう、もう少し経ったらお茶にしようかしら。了解いたしました。ちょうど今朝方、いつものが届きましたので。ええ、よろしくね。では、失礼いたします。あなた方、聞き耳を立ててましたね。お嬢様はまだ大丈夫さ。簡単に割り切れることではありませんよ。だけど大十字さんはもう大体戻ってくるなら、扉が消えた時に。私は信じておりますよ。ルリお嬢様が信じておいでなら、私も信じるだけです。そもそも大十字様自身、常識の通用する方ではありませんから。の総帥波動瑠璃ですわよ。とっても偉いですわよ。恐れ多いですわよ。それをこんなにも待たせてしまうなんて、本当怖いもの知らずですね、クロウ。じっくりと教育して差し上げませんと。あの人もこっちがしおらしくしていればどこまでも調子に乗って。そうでしたわ。クロウは初めて出会った頃から自分勝手な人でしたわ。私に逆らうことがどれだけ恐ろしいことなのか思い知らせてあげます。
そうですわ。あんな程度の男に縛られてこの美貌と才覚を腐らせておくのは人類の損失ですもの。もう苦労なんて知りません。あんな男をゴミのようにポポーイと捨ててやりますわ。どうして？戻ってこられた。だが長くはもたない。すでに今は分解し始めた。
クロウは、クロウはどうしたのです？アル、教えて！お願いだから教えて！今から、わらわがかき集めたクロウの意識を伝送する。クロウの思いを知ってやってくれ。偏僻な場所で人間様と出くわすなんて思いもしなかったな。やめろよ、その心理癖かは。何もお前のせいじゃねえだろう。それにしてもまさかこんな場所で最後を見取ってくれる奴がいるとはね。ついてんのか、ついてないんだ。け、本格的にまずいな。おい、お前、ちょいと頼まれ事をしてくれねえか。昔付き合っていた女さ、えなし草に愛想が尽きたか、俺の元から逃げちまったけど未練だよ。俺と来たら未だにこんな写真五章大事にしてやがる。なあお前、その女に会ったら俺の代わりに一言
謝っといてくれよ。いろいろ迷惑かけちまったからさ。アーカムってどいなかに住んでる。すぐ見つかると思うが。アーカム。なんだよ。知ってるのか。まったく奇妙な縁だよな。だったら頼むわ。報酬は、そうだな、宝の地図なんてどうだ。荷物の中に俺が調べた金脈の詳細なデータがある。一攫千金狙ってこれじゃざまあねえな。まあ信じるか信じないかはお前次第。死に方したかねえんだ。ああ真面目に堅気やってりゃよかったな。ああ寒い、寒すぎるぜ。クソ、あいつの体暖かかったよな。なんで別れちまったんだか。クソ、なんか言い忘れてなかったか。ああクソ、おいお前頼んだぜ本当にな。サメ泣けてくるな。見えたか、カラクリ。マスター、デリオ。これが始まりだ、大十字クロ。世は再び貴公の前に現れる。再びあのブラックロッジを引き連れて、それまでに何をすればよいか貴公には分かるはずだ。そうだ、その顔だ。少しずつ絶望に貪られていく貴公の姿が、この英語を生きる世の唯一の糧なのだ。さあ、今度も楽しませろよ。今度の貴公は、どこまでやれるのか。どこまで運命の裏をかけるのか。アルアジフを失った貴公が、一体どこまで世に迫れるか。こんなに刺激的な遊戯はない。
待ちやがれ、ショー！はじめまして、坊や。私が君のお父さんだよ。久しいな、大十字九郎。いや、失礼、波動高僧よ。約束通り再び相まみえるために戻ってきたぞ。この絶望と闘争の町に。生まれた、生まれたよ。
ただいま、瑠璃。扉の向こうには血が張って
次こそか。いいだろう。やってみせておくれ。僕から未来を奪い返してみなよ。